リンリンハローパッタレールリニパラレルのリントです。はい、今日はマシュマロの方でねちょっと来てました。暇な日って何してるんですかっていうのにねちょっと答えた動画をねやっていこうと思います。で本当に完全に暇な日で想定してお話をしていきましょう。完全に暇でこう特に1日いっぱい予定がなくてっていう日はですね、だいたいこの和室にいます。はい、で和室にねいろいろなコレクションがあるのでそれを見て楽しんだりしています。まああと動かせるものとかはねちょっと触って動かしたりとかしてますね。可動フィギュアが結構好きで、こういうねこれはメトロイドのサムスっていうねキャラクターでございますけれども、このサムスのフィギュアをねちょっと取って触ってある程度ポーズつけてまた戻してみたいな感じだったり、まああそこら辺にある漫画をねちょっと読んだり、あと設定資料集がねあるのでその資料集を見たりですね。あとほんとコレクションを眺めたりっていうので、こうこの辺にね置いてるコレクションは特に触ったりしないんですけど、ただこう遠目からね眺めて、あーこんなのあったなーみたいな、このゲームやろっかなーとか、まあ、結局ねゲームやらなかったりすることの方が多いんですけどもって感じですね。まあ下のねポケモンのコレクションを見たりとか、あとまあなんかコレクションがね曲がってたりとか、こうずれてたりしたら気になったの直したり、あとホコリかぶってたらねそのホコリをね掃除したりみたいなことをしますね。まあこの辺もそうですね、ちょっとだけカンコレのものとか、あとこっちに遊戯をね貼ったり、であそこにジョジョプラスウルトラ怪獣ですねとかっていうのをまあ見たりしてますかね。あとはまあ漫画読んだり、今ここにあるのはマホラバとデスノート。マホラバの後ろはこれ何あったかな、ラルグラドとか、ああちょっとだけ買った単行本、あと M0 とかか、懐かしいね。はい、とか、まあ、ベルゼブブ城のお気に召すママとか、そういう漫画ね、ゆうべはお楽しみでしたね。ドラクエ関連かなこの辺ね。でフート探偵があったり、こっちに遊戯王があったりっていう漫画を読んだり、で今はね弟ちゃんに貸しちゃったのではないですけど、ここにワンピースのね全巻あったのでワンピース読んでたりとか、結構この和室で1時間2時間とか過ごすことは多いですね。この人をダメにするこのソファーでね、ここにドンと座ってでコレクション触ったり、なんかコレクションのね位置を直したりですね。あ、ちなみに今はこたつの上に座ってました。行儀悪いですけれどもね、本当、この和室で過ごしていることは多いですね。本当に暇な日はで和室でね、まあ、こたつがあるのでこたつに入りながら漫画読んだり、まあこの辺のねコレクションをいじったりですね。それで、ね、見てるとね気になって、おなんか斜めになってんの直そうみたいな感じで直したりしてますね。ほんとコレクション触ってることとかが多いかな、ちょっと子供っぽいのかもしれないですけれども、こうやってね仮面ライダーの変身アイテムちょっと遊んでみたり、あとはこっちもね仮面ライダーの変身アイテムプラスちょっとフィギュアね触ってみたり、まあ綺麗にこうやって飾ったりとかねっていうところでしょうか。こっちにギーツがあったり、こっちにオーズのね CSM、 あとはディケイド CSM と普通のデラックスのネオディケイドライバーとかね、あそこにいるタジャドルはフィギュアライズスタンダードのタジャドルですね、っていう感じでこの辺を、触ったりすることは多いですかね。あと最近ねタジャドルエタニティのメダルが来たのでこのメダル触ったり、あとその下に置いてあるね設定資料集があるので資料を読んだりとか、本当、休日の過ごし方としてはこんな感じですね。あの辺にもねちょちょおもちゃがありまして、それを触ったり、ロックシードとかね結構カチャ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 やって遊んだりすることもありますね。休日本当に暇で何もすることがなくて、で特になんか動画作ろうとかそういうのがない時は本当にここでゆっくり過ごしてますね。あとはそういうのが終わった後なんですけども、こっちですね、よいし
こっち来るとペットちゃんの匂いがやっぱりするね。動物がいますっていう匂いがするね。あとはペットちゃんたちとちょっと戯れたりっていうところですけども、ペットちゃんたちがね今触ってほしくねんだよっていう時もあるので、そういう時は触らないですけども、まあ出てきてる時にね遊ぼうって言って出して、で手の上に乗っけてね遊んだりします。今はほぼフクロモモンガちゃんたち全員寝てるし、あっちのねルセットオコモリのマナちゃんも寝てるし、あちょっと顔出してるとしたら君が顔出してるね、セーブシシバナヘビのサナちゃんです。あ女の子ですよ、サナちゃん、サナッチ、ほんとサナッチって呼んでることが多いですね。あとはレオパも寝てるね。尻尾出してはいるけど、はい、あんな感じで尻尾出しちゃいるけど寝てますね。で下の、サバンナモニターも奥で寝てるし、でサンショウウオとイモリに関してはそもそもね触れ合いはあんまりしないですし、ってなると、まあ、こういう状況だとね触る子はいないので、あんまりこうコミュニケーション取らず、まあやってたとしてもここでこうね眺めたり、あとは布団でねこうゴロゴロしながら元気かなみたいな感じで見たりってところですかね。うん、まあただこの子たちがね出してくれっていう子とか遊ぼうって出てきてるタイプの子がいるときは一緒に遊んで、まあ1時間とか2時間とか過ごしちゃいますかね。あとはほんと布団でゴロゴロしながら YouTube の動画見たりですね、自分の動画ではなくて全然他の人の動画ですよを見てることは全然ありますかね。まあ、私フィッシャーズさんとかキョンクマさんとかが好きで、フィッシャーズさんやキョンクマさんの動画見たり、あとは爬虫類系の YouTuber さんも好きで、チャンネルワニさんとか、あとは真夜中のビバリウムさん、あとはラフチャンネルさんとかですかねを見たり、あと最初にジージチャンネル、ジージさんっていう方がいるんですけど、ジージさんのチャンネルちょこっと見たりとか、本当にそんな感じで、うん、爬虫類飼われてる方の動画を見てることが多いですかね。あとうちで飼えない、まあ飼おうと思えば飼えるんですけど、うちでは飼育してない爬虫類ちゃんたちの動画を見ることも多いですかね。大きいヘビちゃんがいるようなとことか、うちよりもほんとでかいトカゲちゃんがいるところの動画とか、あとアニマルズさんも見てますね。ナマケモノをね見させていただいたりとかもしたりとか、ミーアキャットとかね、そういうの動画でちょっと見て、でまあ動物の動画とかそういう飼育実際にされている方のを見ることによって、動物の生態っていうのをね多分私なりにこう知識として蓄えたいなって思ってるんだと思います。なんか知らないうちに飼ってない動物でもあもうなんていうんですかね、飼育のある程度の一定のボーダーラインっていうのは見えたりとかするって、なんかそういうのを楽しんだりしてますかね。であんまりテレビを見ることはないですかね。今テレビ、あの真ん中が一応テレビ兼パソコンのモニターになってるんですけども、テレビを見ることはほとんどないですね。あとはまあ見るものがね、 YouTube で見たい動画とかがちょっとないなーってなった時は、東映特撮ファンクラブっていう東映さんのねサービスがあるんですけども、そこで仮面ライダー見たり、レンジャーの昔のやつ見たりっていう感じで見たりですかね。まああとはアマゾンプライムで動画を見たりとかですかね。でまあたまにはパソコン触りたくない日っていうのもあるんですよ。まあなんか人によっては私パソコン人間だろうって思われてる人もいると思うんですけど、まあパソコン人間ではあると思うんですけど、パソコン全く触りたくない時もあるので、そういう時はパソコン全くつけず、今日はその日ですね、ちょっと今日パソコン触りたくないなっていう日なので、パソコン全くつけずに過ごしてますね。まあパソコン触らないにしても YouTube とかねネット溢れてはいるんですけど、スマートフォンで、ただパソコンはいいやっていう時はパソコン全くつけずに、パソコンの電源すら入れない日っていうのはたまにあります。まあスマートフォン触ってるから結局まあコンピューターみたいなもの触ってるっちゃ触ってるんだけど、たまにはやっぱりパソコン触らない日もあります。動画の編集今日したくないなとかっていう日は全然あります。まあ簡単に言うとちょっとしたお休みの日、インターネットというかパソコンを休みする日みたいな
お酒でいうところの休肝日みたいな、そんな感じの日はたまにあります。そういう日は本当に、そうですね、コレクションいじったり、うちのこと遊んだり、あとはまあそこにね、遊戯王カードがちょこっとあるんですけど、遊戯王カードちょっと見て、一人でね触ったりっていうところ、デュエルするときは人がいないとデュエルできないのであれですけども、本当基本的にはそこでデュエル一人でやるのにこうちょっと回したりとかですかね。まああとは本当に暇な日になると結構こう家の掃除をしたりですかね。本当に掃除して洗濯物とかそういうのをしたりとか、そんな感じでいろいろやっていきますかね。本当何特に何かするってことはないですね。まあただ家にいることが多いですかね、本当にそういう暇な時って。まああとは今冬場なんであんまり外出ないですけど、夏場だったら散歩しに外出たりはします。ちょっと日差し浴びてこようかなみたいな感じで外で散歩したりっていうのがまああるかなっていうところでございます。ちょっとこんな感じのお答えで良いのかどうかわかんないですけれども、はい、マシュマロでね来ていた質問に対してお答えさせていただきますと、私の休日はそんな感じの過ごし方になります。はい、なんか私のことにもね興味を持っていただいて本当ありがとうございます。嬉しい限りでございます。またね、なんかよろしければ何かあれば全然コメント欄に書いていただいてもいいですし、マシュマロでもいいです。そしてツイッターの DM とかでも、あとリプライ、あとは Facebook とかね、Facebook でも Instagram でもつながってる方がいれば、そのつながってるところから全然言っていただければいろいろお話できたらなと思っております。はい、っていう感じでございます。はい、本日は以上となります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、そちらのフォロー、あと動画の高評価ですねを押していただけますとかなりやる気につながりますので、高評価ポチッと押していただけると嬉しく思います。あとね、過去にもたくさん動画上げてますので、よかったらその過去の動画も少し見ていってください。ただ常にね、新しい情報だったりとか新しいお話っていうのをね、最新の動画でやっていきますので、まあ過去の動画を見なくても最新の動画を見ると、ああ今こういうことなんだ、こういうことやってたんだっていうのがなんとなく伝わっていくのかなって思いますので、よろしければそんな感じで見ていってください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。